世界中から希少なコーヒーを買えるようになります。ご覧のスポンサーがお送りします。こんばんは、ライブニュースアルファです。今夜も最後までお付き合いください。流通デジタルトランスフォーメーションが変えるコーヒー豆の新しい取引とは。世界初となるコーヒーのオンラインプラットフォームティピカが今日本格的にサービスをスタートしました。デジタル化が進み、携帯などからでも簡単にコーヒー豆を出品できる今、このプラットフォームを利用すれば全国各地の焙煎業者ロースターは世界中の生産者からコーヒーの生豆を直接購入できるようになります。ティピカを利用してペルーから仕入れたコーヒーを味わってみると、香りですけれども、ベリーのような甘い香りがします。それではいただきます。酸味が若干ありますけれども、飲んだ後非常に軽やかです。飲みやすいです。今までは、生豆をこう買うときにこうクオリティの高いコーヒーはやっぱり有名なコーヒーロースターさんに行っちゃったりとか、あとはブランド力のあるコーヒーロースターさんに行っちゃうのが基本だったんですけど、まあ、いわゆるティピカさんができてからはロースターも平等にいい豆が行き渡るようになった。これまでの取引はコンテナ1つ分18トンが基本のため、中小規模のロースターが品質のいいコーヒー豆を仕入れることは簡単なことではありませんでした。しかしティピカを利用すると、世界中の生産者から麻袋1つ分60キログラムから購入することが可能になります。また直接取引するため、ロースターに届くまでの時間も短くなり、鮮度の高いコーヒーを提供することができます。世界のコーヒー消費量は年間に22億杯と言われていますが、新型コロナにより在宅時間が増えたことで豆の販売量が増加し、さらに市場は拡大中です。エチオピアの山奥です。 3G 回線で普通にやり取りしているような生産者の方っていうのもたくさんいらっしゃいます。今35億人以上がデバイスでつながっていると。でそれが飛躍的に伸びていっているので、さまざまな業界で DX が起きている。その波がちょうど今コーヒー生産者にも来ていると。このニュースについては、バイヤーとして多くの商品の仕入れや開発に携わってきたマーケティングアナリストの渡辺弘明さんに伺います。デジタルを活用して生産者と顧客をダイレクトに結ぶ流通デジタルトランスフォーメーション、いかがでしょうか。そうですね、生産者はですね、仲買や問屋さんなど中間業者を利用した従来の取引にプラスしてですね、取引の規模や品質に合わせて顧客と直接できる流通 DX という選択肢が増えたことは大変素晴らしいんじゃないかなと思います、はい、ただしですね、大規模な取引だったり目利き力が必要になるものに関しては、効率的な中間業者が引き続き大きな役割を担うんではないかなと思います、なるほど。一方ですね、売り手とか買い手がマッチング機能を持つ流通 DX は、家族経営など小規模な生産者が小ロットで取引が可能になったりとかですね、まあ、課題となっている販売先の開拓がプラットフォームとなる流通 DX を通じてできるというのも大きなポイントになるんじゃないかなというふうに考えます。でですね、輸送とかは、ね、すごく問題がある部分があると思うんですけども、付加価値の高い商品を高い価格で世界中に EC を持って販売できるっていうのはですね、例えば日本の付加価値がある農産物なんかは世界に広がっていく、大変期待ができますし可能性を感じるんですね。そのような直接取引で注目されている先行例はありますか。そうですね、 EC ではないんですけど、今週僕青森の流通業者小売業者を回ってたんですけども、漁師の方がですね、朝水揚げした水産物を
午後からこうお店で直接販売するっていうリアル小売業でも直接取引が広がってるんですね。例えばですね、今回みたいな流通 DX がそれ広がっていけばですね、その青森の美味しい農産物がですね、世界に広がっていくってことを考えるとすごくワクワクしてきますね。そうですね、はい、私たち消費者にとっても生産者の顔が見えると安心できますよね。そうですね、直接取引はですね、生産者に対して消費者の声がダイレクトに届くので、生産者もですね、仕事のやりがいだったりとか改善をするっていうことにつながっていくんじゃないかなと思います、はい、でそこで大事になるのがですね、生産から流通までのトレーサビリティ、顧客の安心を担保するっていうことが重要になってくるんじゃないかなというふうに考えます。なるほど。で今後ですね、やはり商品の価値があったり社会的な意義がクリアされた商品というのがますます大きく支持をされていく時代になっていくんじゃないかなというふうに考えます、うん、そうですね、個人ごとの趣味思考が細分化されている今、消費者のニーズの変化を柔軟に捉えて直接取引していくことには大きなメリットがあるように思います。これからの小売業はデジタルトランスフォーメーションによってより消費者に寄り添っていくことが成長の一つの鍵と言えるのかもしれません。渡辺さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。では次です。